皆様こんにちは政治アンターティメントニュースに関するチャンネルでございますこれから本日のトップニュースをご覧くださいスノーマン岩本寺市当面の芸能活動自粛未成年女性と飲酒報道事実ジャニーズ事務所謝罪スノーマン岩本芸能活動を 自粛2020年3月30日0時4分、スポーニチアネックス写真拡大、ジャニーズ事務所は1月22日に CD デビューしたばかりの9人組、アイドルグループ、スノー、一定期間芸能活動を自粛することといたしますと、決定した。この期間を通じて、タレントとして活動することができるのは、多くの方々のご支援によるものであるということに、改めて感謝しながら、 自分の立場や環境に対する理解を深めることによって社会人として信頼していただくことができる人間へと成長できるよう努めてまいります。さらに岩本がジャニーズジュニアだった時の出来事とはいえ、一とえに本人の自覚と責任の欠如によるものではございますが、所属事務所としましては結果的にタレントとしてまた社会人としての指導と監督が 行き届いていなかったということだと受け止めております。特に、ジャニーズジュニアにつきましては、保護者との連携の強化等も課題、芸能活動をする上で、社会人として世に出ていく全段階での指導が重要であると認識しております。弊社でも以前より、ジャニーズジュニアの指導、監督体制を整える準備を進めてまいりましたが、これを気により一層気を引き締めて、 改善に努めてまいりますと方針を打ち出した。昨年9月には、ジャニーズのユニット、ハイハイジェッツの橋本良、19、佐久間達と、17がプライベート写真が流出したことを理由に、年内の活動自粛を発表した。冒頭、先日の週刊誌報道により、日頃から応援してくださっているファンの皆様、そして、ご支援くださっている関係者の皆様にはご心配と、 ご迷惑をおかけておりますこと、心よりお詫び申し上げます。新型コロナウイルスの影響により、不安定な情勢の中、このような報道がなされることとなり、誠に申し訳ございませんと謝罪。今回の反省を生かし、岩,岩本寺氏26が、ジャニーズジュニア時代の2017年11月に未成年女性と、 飲酒したと一部週刊誌で報じられた件、ジャニーズ事務所とともに、皆様より信頼していただくことができる一人の人間、会社を目指して精進してまいります。改めまして、この度は皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。外部サイトクロちゃん、豆柴の大群なおの未成年児の飲酒報道に、しっかり反省して芸能人の不祥事で、 ジロ飲酒運転には、セカンドチャンスなくていい。皇宮警察幹部、未成年らと飲酒男女でみだらな行為も、豆柴の大群なオーブ、なお成年時の飲酒報道、完全に事実本人も謝罪。スノーマンをもっと詳しくスノーマンの岩本照氏に、スキャンダル滝沢秀明氏の手腕試される。少年バカ、スノーマン岩本照氏が未成年女性と飲酒か、滝沢秀明氏が、鉄追下すとも、 スノーマンリーダーの岩本テラシラブホテルで未成年女子と飲酒化。岩本が報道にある主席に参加したことは事実だと認めたと報告。より深い反省を促すため、一定期間の芸能活動自粛処分とする29日にジャニーズ事務所のサイト、ジャニーズネットで発表された。報道を謝罪するとともに、結果的にタレントとして、また、 社会人としての指導と監督が行き届いていなかったと受け止め、ジャニーズジュニアの指導、監督体制の改善に一層努めるとした。今月27日発売の写真週刊誌、フライデー、講談社が、ジャニーズジュニア時代の2017年11月に、岩本が都内のラブホテルで男女10人の飲み会に参加し、その中に未成年女性がいたと報道。 ジャニーズ事務所が直ちに事実確認をしたところ、未成年女性が同席していた認識はなかったものの、報道にある主席に参加したことは事実だと率直に認めたという。今回のような主席に参加していること自体、社会人としての自覚と責任が欠如していることの、あら、ジャニーズ事務所所属タレントとして、ふさわしくない行動と判断。岩本に軽率な行動を真摯に反省している。 様子は見られたが、岩本自身により深い反省を促すために。